ていう安心感があるから。え、めっちゃ立ってるよ、すごいです。走るってなんだよね。おはようございます。今日は、はい、ヤマハの、はい、はいとか言うじゃんじゃん、メンズ、メンズです。これを、はい、ロッテカフェで仕出します。じゅんちゃん髪切って可愛くなりました。ちょっと若返りを、若返りしました。こじはるって言ったんだけどこじはるファンに怒られた。これのね、クラブのポイントはですね、はい、まず、ロフトが立ってます、はい、で、長いです。グリップがね、長い28番でしょ、うん、1センチぐらい、1センチ半ぐらい長い、うん、長い。でさらにロフトが、そうだね、見た目だとあんま伝わりにくいですけど、構えると結構立ってます。はい、では早速8番から打ち比べてみましょう、はい、いやー飛ぶらしいよ。うわスライス。でもやっぱ立ってるから、はい、少しこう違うんじゃない。そうだね、いいじゃん。てか飛んでるよ、じゅんちゃん。ピッチングでだいたい何ヤード？100。あ、いいじゃん今。高さも出てるし。100超えたよ。100超えたね。ちょっと自分のやつ。手前じゃん。手前だね。うん。いつも105です、ピーは。ナイス。キャリーで飛んでっちゃう100。全然多分110ぐらい飛んでるかも。マジ？人が軽いのが好きみたい。ちょっと合ってるかもしれない。合ってそうだね。おお、右です。でも飛んでる？飛んでる。え、立ってる？長い？長いのかな。でも振りの人はないかもしれない。いった、160いってるよ。普段7番でいくつ？130から135ぐらい。やばくない？やばい、ね、2クラブ、本当に2クラブ。ヘッドが軽いからちょっと頑張ってこうゆっくりこう振ってこないところね、うん、ゆっくりゆっくりね、うん、ゆっくりちょっと、まあ、飛ぶっていう安心感があるから打ちやすいかも、うん、打ち込みに行かないかもね、うん、グッてね。そうそうそう。でソールが結構厚いから、そう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 、そうなの、そうなの。ここが結構あるから、うん、なんかダフらない、うん、安心感、ね、うん、安心感があって結構振りやすいかもしれないですね、うん、こうスーッとね。いいコメントしますね、うん、いい感じです。2クラブアップします。てか7番で150でもやばいよね。やばい、やばいよねちょっとやばいね。ちょっと女子プロレベルだよね。え、めっちゃ待ってるよ。やっぱもう5番アイアンって感じなの。私これなんか楽じゃない？でも楽かも。そうだよ。5番ウッド。オッケー。長いな。おお、ありますね。めっちゃ行ってる。山の中腹ぐらい行ってるよね。そこで200はある。線がないのね。あれらしい。回転かけないけね。だから自分で止まるかって言われると結構あれかも。危ない、うん。オーバーしちゃうことが、オーバー計算して打たないと、うん、ダメかね。ダメか。ダメか。瞬間がある。できないであるよ。お願いいたします。セカンドショットって飛ぶことじゃん。
ったところに打ちやすいと。すごいです。すごいです。ドライバー短い？お、これいいよ。でも250の真ん中の斜面ぐらいは行ってそう。そうだね。うんうん。でもちょっと苦手かな。ちょっとまたウッドと違うね。打ってるね、感じがね、ちょっとぎこちないもん。お、いいじゃんこれ。ただね、頑張ってるよ、すごい。純ちゃん頑張って打ってる感じする、さっきのウッドより。だよね。純ちゃんが飛んでた5番打ってみてください。立ってるよ。長いよ。長いよね。めっちゃ長い。おお。どう？飛んでる感じはするよ。でもちょっと振り遅れてるから、バシュンってなって。ね。うん。めっちゃ飛んでない？どうですか？飛びますね。飛びますね。飛びますね。あんまり行ったことない位置にボールが行っています、さっきから。おー、なんだろうね、こう当たってからの出ていくスピードが、うん、そうだね、ポッコーンとかじゃなくて、うん、しかもあと失速しなくない？しないね。うん、ウッドいいかな。ウッドいいね。自分のやつは自分の5番、自分の5番ね。またこれヤマハなんですよ。じゃんじゃん、いい、ヤマハ女だから。見て色違い。レディース。はい。打ってみます。短いです。そうだね。はい、一回お願いします。さっきと重さ違うから多分振りづらいよね、最初。ナイス。緑に落ちた。こうやって落ちる。ああね。メンズが全然飛ぶ。結構オーバーオットめっちゃいいね。